で、次はショットグリッドデスクトップなんですけども、まあ、これはですね、まあ、主にローカルフォルダへアクセスするためだけにちょっと導入をしています。まあ、これを導入したおかげでですね、ローカルフォルダにワンクリックで、こうつながるようになりましたので、なるほど。ちょっとあれなんですけど、ショッはい。トグリッドデスクトップってどういうものでしたっけ？ 僕、だんだん混乱してきて、クリエイトがあって、まあ、普通のショットグリッドがあって、また別でデスクトップっていうのがあるってことですよね。これは、まあ、多分いろんな機能があるんだと思うんですけども、もう弊社はもう本当ローカルフォルダにアクセスするためだけになるほちょど。っと導入をしています。わゆるそのマヤタスクからマヤとかマックスを起動するみたいのに、使うためにショットグリッドデスクトップっていうのがああ、あれか。あるああ、んなでるほすど、けなるほど。ど、ちょっとここでウェブのリンクを押したらフォルダ開くっていうのは、なんかウェブのセキュリティ上、そのグリッドデスクトップっていうのをインストールしてないと、そのクリックしたらフォルダにアクセスっていうアクションが許可されないんで、それを動作させるためだけにインストールする必要が必ずある。別でインストールしないといけないってことですね。そうですね、それがないとセキュリティ要件満たせないんでってことですね。で、コントロールさんの方では、このワンクリックでフォルダを開くっていうのは、このデスクトップ使って開いていただいてると。もうちょっとそれのためだけに利用なるしほてど、まなるほど。いや、でも全然 OK だと思いますけど。す。やっぱりこう新しく入ったスタッフとかに、このページのこの資料を見てっていうときに、毎回こうリンクを送っていたんですけども、ちょっとそれがこちらのおかげで軽減されるようになったので、もうこのページを見てっていうだけで済むようになったので。そっか、今まではショットグリッドのリンク先を渡しててってことですか？フォルダにいろんな参考資料とかをこう分けておいてるんですけども、まあ、ファイルサーバーのパスを多分パス、ファイルサーバーのパスの方ってことですね。なるほど。それをこう毎回毎回みんなにお知らせするとき送っていたんですけども、まあ、ショットグリッドにこうデータをアップして、でその参考資料が置いてあるファイルのパスをこうリンクさせとけば、もうこのページを見といてねっていうだけで完結するので。なるほど。じゃあ、これで言うと、今、ここにバーッと出てるとこで、なんかボタンを押すと、つながるってことですよね。そのファイルサーバーの方に。なので参考資料だったり、まあ、こういろんなアセットのフォルダをこうリンクさせておいて、まあ、それぞれワンクリックですぐにアクセスできるような環境を、作っています。なるほど。で、ここが直接アクセスさせるためにはデスクトップっていうのがないとできないということなんですね。それはまあじゃあインストールしていただければ、まあ、すぐできることなのかな、おそらく。このページもサムネイルで表示されているのが面白いですよね。なんか普そ通、うですね。グリッド表示というか、なんか、サムネイル表示がすごい好きで。エクセルチックに表示しがちなんですけど、アーティストの人はこういう絵として分かる方が多分使いやすい。そうですね、もう本当にもう必要なものだけ表示させることができるので、当時はシンプルでよく使ってます。なるほど。まあ、そういう以上のことを踏まえてですね、基本機能だけでもちょっと十分に使えるので、大きい会社さんだけでなく、中小企業でも導入メリット、非常に大きいと感じております。まあね、冒頭でも少しお話ししましたけど、熊本スタジオでは13名いらっしゃって、まあ、その方たちが人数だとすれば、まあ、小規模で使われていることになると思うんですけども、やっぱりそこでも今ちょっと見させていただいた通り、まあ、情報の整理、見やすさ、時間短縮、まあ、いろいろファイル設定したりとか、なんでしょうね、例えばクリエイト導入前は別々こういろいろ申し送りしたりとか、まあ、そういうものが全部多分一元化されてるってことですよね。